君らがトラポ様に選ばれた人だな。お前は？俺は族長から案内人を任されたトルテック。族長のよこした伝達師から話は聞いてる。さあついてきてくれ。俺が案内できるのはここまでだ。ここから先はお告げで選ばれた人しか進めない。なんでだ？ああ、それに答える前にこの洞窟について説明した方がいいな。ここには変わった果実がなってて、その果汁からは上質な染料が作れるらしい。昔先祖たちは偉大な落書きを描こうとした。染料が手に入りやすいからか、彼らはこの洞窟を創作の場所に選んだんだ。でも完成する前に他の人に見られたくなくて洞窟を封印した。で、さっきの質問の答えだが、色についてよく理解している者だけがその封印を解けると言われてる。つまり選ばれた人のことだな。そうなのか。だけどおかしなことに、作品が完成した後も先祖たちは封印を解かなかった。その後洞窟に入れたのは200年前の大シャーマンウィツリンだけだ。彼女の話によると、その落書きはある英雄の物語を描いてるらしい。主人公の名前はクントゥルって言って。おっとすまん、落書きっていう芸術が好きだからつい夢中になっちゃって。お前は一緒に行けないんだよな。ああ、洞窟に入ろうとしたことはあるんだけど封印に阻まれてね。俺の仲間のイクトミ流に力を借りても解けなかったよ。
あの封印は先祖の試練なのかもな。試練を乗り越えられなければ干渉する資格もないってことなんだろう。そう気にすんな。そうじゃなくても俺はついていくわけにはいかないんだ。俗称のように伝統に異論を唱える度胸は俺にはない。イクトミ流の族親が選んだ者だけが使命を果たせるって言うんなら、一緒に行ったところで足手まといになるだけだ。そっか。それじゃ行ってくるぜ。先祖が書いた落書きってやっぱりすごいな。でもオイラたちが見た落書きの物語、あれって結末までなかったよな。奥にまだあるのか。ちょっと気になるぞ。お、また見に来るチャンスはあるもんな。まずはトルテックと合流しようぜ。
狩り撃つ。ちょっと予想外のことというのは楽しいものだ。キャックス。
来ると思ってたぜ。終わらせてあげる。影を撃つ。そこまで。権限
予想外のことというのは楽しいものだ。貫くのお披露目だ。私に報告か？聞こう。やっぱり封印を乗り越えられたんだな。さすがイクトミ流の王族親が選んだ人だ。さあ、もう遅いし、一緒に戻ろう。
トルテックから報告は受けたよ。二人ともご苦労だったね。気にすんなって。集めてきたのはこれで全部だ。やはり普通のものとは違う。じゃあ早速試作品を作ろうか。そのためのオーベンも用意できている。うん、ついておいで。これを見てくれ。このウォーベンは先祖が残した作品の一つでね。私たちが目指しているのはこういったものなんだ。おー。描かれている人物は我々の部族の伝説のシャーマン、ウィツリンだ。彼女は200年以上も前の人でね。かつてイクトミリュウの族親に選ばれたものだ。色を駆使する秘術に長けていてね。見事に自分の使命を果たしたそうだ。君たちの前にあるウォーベンには彼女の功績が記録されている。このウォーベン自体、彼女自身の作品である可能性が高いんだ。類似するウォーベンの中でも特に素晴らしい出来のものだよ。だが残念なことに、彼女がこの世を去った後、選ばれたものは神の贈り物に頼るしかなくなってしまった。その通りだ。私だけではない。名園の主の皆がそう思っている。うんうん、なんだか急にワクワクしてきたぜ。試作品用のものを持ってきてくれないか。旅人、ウォーベンに色をつける方法は少々複雑だけど、君ならきっとできると思うよ。私の指示通りにすれば大丈夫だ。これにはすでに柄が織られている。それを特殊な染料で染めて、柄ごとに色を分けるんだ。染料が染み込むまでには時間がかかるから、隣の色と混ざらないようにしばらく待つようにしてくれ。上手だ。柄もはっきりしていて、染まり具合も申し分ない。あとはその染料をすべて使えば、あの色が再現できるはずだ。おお、いよいよ最後だな。成功したのか。なんかうまくいってない気がするけど。色は再現できていない。失敗のようだ。いや、君は飲み込みが早くてすぐに染色の技法を身につけた。私がやっても多分同じことになる。じゃあどうしてうまくいかなかったんだ。特殊な織り方があるのかもしれない。
それか染色の工程が普通とは違うか、もしくはその両方。結局謎は解けずじまいか。ごめんな、役に立てなくて。いや、こちらこそ申し訳ない。無駄足を踏ませてしまった。報酬は約束通り支払おう。私はこれからも調査を続けるから、君たちもどうかこの使命を諦めないでほしい。新しい手がかりが見つかり次第すぐに連絡しよう。心配するな、最初から諦めるつもりはないぜ。でも一つ聞きたいんだけど、方便作りってこんなに大変だろ？なんで文字で記録しないんだ？ずっと変革したいって思ってるなら、ここから変えてみてもいい気もするんだ。文字の方が便利だし、もっと詳しく書けるしな。何か私のことを誤解しているようだね。まあいい、その質問に答えよう。ただ一緒に来てほしい場所があるんだ。おお、分かったぜ。
ここの景色をどう思う？すっごく綺麗だな。もう少し遠くを見てごらん。数千年前、名園の主ができた当初から、あの色たちは私たちと共にあり続けてきた。確かに私は革新を起こし、この古い部族に新たな風を吹き入れようとしている。だが部族のルーツを守るために決して捨ててはならないものもあるということは分かっているつもりだ。そのうちの一つが歴史を語る方法なんだ。そうだったのか。数千年以上にわたり、私たちの一族は歴史を色で染め続けてきた。その中にある種の守り伝えるべき伝承があると思うんだよ。だからどのような困難があろうとも、特別なウォーベンの作り方を明らかにしなければならないんだ。ごめん、オイラそこまで考えてなかったぜ。いや、理解してくれて嬉しいよ。ああ、次会った時にはこの伝承を再び伝えていけるようになることを祈ろう。